マカフィーサイトアドバイザーは、ウェブサイトにおけるマルウェアなどの警告をするサービスである。ウェブサイトを7段階に評価する。日本語を含む20以上の言語に対応している。現在はエンタープライズ向けを除き、エンドユーザー向けは、マカフィーウェブアドバイザーに名称が変更されている。ウェブクローラで見つけたウェブサイトに、マルウェアやスパムがないかどうかをテストすることで、 ウェブサイトの安全性を報告する。もともとは、マサチューセッツ工科大学発のスタートアップ企業である、サイトアドバイザー、インクによって開発され、いわゆるハッカソンの一つである、コードコンにおいて、2006年2月10日に発表された。同年4月5日に、マカフィーによって同社が買収されて以後、マカフィーが開発を手がけている。以来、 一部のサイトに対する不適切な評価や、その苦情解決に要する時間の長さが批判の対象となることもあった。インターネットエクスプローラー、モジラ、Firefox 及び Google ググ社の Google ググ、Chrome 上で動作する。2014年10月中旬頃までは、マカフィのウェブサイトに URL を送信することで利用できたが、現在はダウンロードしたブラウザ拡張機能を通して、 利用できるようになった。サイトは大きく安全、注意、危険の3段階で評価される。マカフィーサイトアドバイザーの有料版であるマカフィーサイトアドバイザーライブはマカフィートータルプロテクションに含まれており以下の機能が追加されている。マカフィーはエンドユーザーだけでなくマカフィーセキュアプログラムに参加するウェブサイトの所有者にもサイトアドバイザーライブを販売している。 2010年12月現在、マカフィーのマーケティング資料によると、マカフィーサイトアドバイザーは3億5000万回インストールされている。しかし、ヤフーのような検索エンジンとの契約もあるため、実際にはさらに多くの利用者がいると考えられる。たとえ、サイトアドバイザーのテストが100%正確であったとしても、安全評価はそのサイトの確実な安全性を、 保証するものではない。マルウェアや悪意のあるコードは、ブラウザの悪用によって、ウェブサイト上で大量かつ急速に広がることが多い。ため、安全評価も、最新のものとは限らず、偽陰性の誤った安全性情報を提供する可能性がある。マカフィーサイトアドバイザーは、トラストドソースというマカフィーの評価システムを採用している。 マカフィーのアクティブプロテクションシステムと同様、クラウド上で動作するインテリジェンスソフトウェアとして、ウェブサイトに関する最新の情報を得ている。このシステムの詳細は明らかにされていない。ありがとうございます。